皆様こんにちは。日本国際フォーラム理事長の渡辺真由でございます。本日は2021年幕開けにふさわしいパネリストの皆様をお迎えしまして、新春座談会ブレグジット後の欧州の未来を開催させていただきます。パネリストとして会場に渡辺博隆帝京大学教授、伊藤さゆり日政基礎研究所研究理事、またオンラインで福田浩二早稲田大学教授、庄司克弘慶應義塾大学教授にお集まりいただいております。皆様、日本を代表する欧州の政治経済の専門家でございます。また本日はこの座談会のために英国シンクタンクである欧州外交評議会創設メンバーのお一人であられますマーク・レオナルド理事がロンドンより生出演いただいております。今回レオナルド理事をお迎えできましたことは大変感慨深いものでございます。ブレグジットの動きをまさに英国内部からつぶさに観察してこられて、本日のご報告は大変貴重なものと存じます。ただしレオナルド理事はスケジュールの都合上冒頭30分のみのご出演となりますので、あらかじめご了承ください。さて本年1月1日英国は欧州連合から正式に離脱しまして、2016年の国民投票から約4年が経過し、ブレグジットは一つの節目を迎えたと言えます。そうした中で世界は米中の対立が深まるなど大国間競争時代の様相を呈しつつありますが、今英国はじめ欧州では何が起きており、今後欧州はどこに向かおうとしているのか、そして日本は今後どのような外交戦略を持って欧州と向き合っていくべきなのでしょうか。本日は主にブレグジット後の注目点や英国経済や金融への影響、およびイギリス EU 交渉の行方という3点についてパネリストの間で大いに語り合っていただきますが、この座談会が今後の日欧関係の輝かしい未来に向けての一助になることを願い、ご挨拶とさせていただきます。それでは渡辺博隆先生に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。またマーク・レオナル所長おはようございます。時差があると思います。ただいまご紹介に預かりました帝京大学の渡辺でございます。今日は議事進行役を務めさせていただきます。今日は、順番に申し上げますと伊藤先生、それから福田先生、庄司先生、各EU の専門の第一人者の方々、また特にイギリスに詳しい方々にお集まりいただいております。今日の順番スケジュールですけれども、まずマークさんに、マークさんちょっと時間の都合で、30分ぐらいしか私たちとご一緒できないものですから、まず最初にお話をいただきまして、それからあとは私たち日本側の方で話を進めていきたいと思っています。議論していきたいと思っております。さて、昨年末揉めに揉めた EU の離脱のための交渉、合意なき離脱になるのではないかということが随分騒がれましたけれども、ギリギリのところで、合意が妥結した、成立したということであります。たくさんの論点があると思いますけれども、日本でも議論されていることで、ところでありますけれども、コロナ禍の騒ぎの中でどうしても EU 側もイギリス側もこれ以上ヨーロッパが混乱するのはもう避けたいと、そういうふうな配慮が背景に強くあったのではないかと考えられます。またその後ブレグジットになりまして1ヶ月経ちますけれども、関税手続きを含む諸手続き、それからまたいろんな点でまだ混乱が続いている、特に漁民などはブレグジットになって繁栄するんじゃないか、豊かになる、もっと事態は良くなると思っていたところが、この1ヶ月混乱の状態であって、ちょっと失望、かなり失望しているというふうな声まで聞かれます。そういった問題が一つ、もう一つあろうかと思います。
また今後のイギリスの活路ですけれども、まあ、グローバルブリテンなどと言われておりますけれども、実際に思うように行くんだろうか、まあ、イギリス自身の底力が試されている、あるいは試されてくる、今後の行方はイギリス の底力が試されていくことになろうかと思います。またイギリスは国内統合で見ましても、スコットランドや他の地域、特にスコットランドはこの5月に議会の選挙が行われます。まあ、改めて住民投票をやろうと、離脱をめぐる住民投票をやろうというふうな話まで出ております。それからこれは、まあ、日本の多くの経済関係の方、財界の方の大いなる関心ですが、ロンドンシティが、歴史あるシティが今後どうなっていくんだろう、そういうふうな関心も持たれております。まあ、それ以外にもいろんな、諸問題、それから私たちも分からないところがたくさんあるのがこのブレグジットでありますけれども、まあ、そんなような関心をとりあえず私の方から投げかけて、そして、マーク所長にですね、まずは私たちのこの座談会の冒頭に、お話をいただきまして、問題提起をしていただければなと思っております。あまり時間ございませんけれども、マーク先生どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずこのように私を座談会に今回ご招待くださいまして、本当にありがとうございます。大変光栄に存じます。日本の先生方とこのようにご一緒できて非常に嬉しく思います。いや、特に今の時期にありまして、日本はグローバルアーキテクチャの中で非常に重要な存在となっており、新型コロナウイルス感染症や気候変動など重要な課題に取り組む上で意見交換をさせていただけることを非常に嬉しく思います。世界の観点から対話をさせていただきたいと思います。本日はブレグジット後の EU についてお話をしたいと思いますが、ブレグジットというのは大きなイベントとして EU の形を近年変えてきたものの一つに過ぎません。で、ブレグジットだけでなく、米国ではドナルド・トランプ大統領の選挙がすでに過去ありましたし、また競争が米中間でどんどんと激しくなっています。さらにもちろんコロナの危機が起こっています。こういった一連のイベントが起こったということで、 EU の基盤というものが再構築され、また欧州でも考え方の方向性が変わってきている。これは政府においても、また世論においてもそうです。そしてバイデン大統領の選挙もありました。で、本日はまず概論を述べまして、それからさらに詳細に入っていく形でお話をしたいと思います。私、幸運なことに欧州各国の多くの政府、それからベルリン、パリ、ワルシャワなどなど、そして私どもの評議会の本部もベルリンにありますので、そういった各国の政府とのコンタクトを密に持ってきましたし、欧州議会ともそうでありました。それから大陸全体を通した大規模な欧州の世論調査を行っております。11カ国で展開しています。ですので、そのような世論調査の結果も一部ご紹介したいと思います。というのは、欧州の政策、特に外交政策が非常に国内政治の影響を色濃く受けつつあるということで、世論の影響力というものが10年前と比べてもより大きくなっていると言えるからです。まず政府の観点から言いますと、ブレグジットはもちろん政府間の関係に大きな変化、影響をもたらしています。英国はもともと EU の中でも三大各国の一つの政府でありましたので、そして予算に対する貢献も EU の予算に対して英国の貢献は非常に大きかった。
そして昨年行われたブレグジット交渉が反映したのは、ポストブレグジットの状況においてドイツはがもうちょっと EU に対する貢献度を高めなくてはならないという話があったわけですけれども、それによってドイツの世論も非常に影響を受けました。そして、加盟国としての英国は活発に EU のさまざまな議論に参加をしてきたわけです。そして離脱をするということは、さまざまな欧州のいろいろな問題に関していわゆるパワーバランスを変えることになります。いくつか課題があります。一部は構造的な課題です。例えばユーロ圏と非ユーロ圏との間の関係性にも関係しています。また英国はユーロ圏ではない最大経済圏だったわけです。ですから離脱をするということはユーロ圏の中心性がもっと EU の中で高まるということになります。もちろん非ユーロゾーンよりもユーロ圏の方がずっと重要だったわけですけれども、今はブレグジット後ユーロ圏でない国々はもっともっと周辺に追いやられているという EU 内の状況になっています。さらにユーロをの周りにいろいろな制度や機関、そしてガバナンスを構築する動きが活発であります。でユーロで EU 予算を立ててきましたが、 EU の予算の最近の議論を見ますと崩壊している部分があります。デンマークなどのようなユーロ圏でない EU 加盟国は今までよりももっともっと孤立していくことになります。またパワーバランスが変わるのはグローバルなレベルでの経済自由化においてもそうです。英国は強い声を持っておりまして、規制緩和、それから比較的オープンな市場を擁護しています。ブレグジットによって、またブレグジットがワシントン、中国、そして北京とので起こっている政治的な変化と組み合わさることでグローバル化の動きがまた変わってくる。 EU のそれに関する EU も変わ論説も変わってくる。戦略的な自立性も影響を受けるということになります。いわゆるビッグテックの企業や税制に関してどれだけ規制をしようかという議論の向きが変わってくるでしょう。もう一つは英国はロシアに対する制裁を導入するということに関しては非常にタフな姿勢を取ってきました。強硬な姿勢でした。対ロシアのポジションはクリミア侵攻、またウクライナとの戦争などなどに関して非常にロシアに対して批判的でしたけれども、離脱をしたということで東欧の諸国はそのあたりを懸念しています。それから欧州の防衛に対しても英国は大きな投資をしてきました。ということでこれからは他の EU の国々がもっと欧州の防衛費に貢献をしなくてはならないということになります。ジョンソン首相は安全保障という側面をポストブレグジットのディールに含めるつもりはないと言っております。またブレグジットが EU の今後の国際的な方向性にも変化をもたらすでしょう。国連安保理の常任理事国、それから G20 の重要なメンバー、また旧宗主国として英国は非常にグローバルなスタンスというものを EU の他の一部の加盟国よりも持っているわけであります。ということでそういったさまざまな属性を持った唯一の加盟国であった英国が離脱をしたということで EU の国際的な方向性が変わってくると考えられます。こういった一連の変化によって新しいパワーバランス、それから EU の加盟諸国の政府のいろいろな関与のレベルが変わってくると思います。最も顕著なのはドイツであると思われます。ドイツは
ある意味フランスと英国の間のいろいろな課題において第三者中立的な役割を果たしてきたけれども、フランスとの立ち距離の方がずっと近かったわけです。そしてドイツの意思決定が債務やその他の課題に関して、また非常に野心的な欧州の復興計画に、そして昨年ハミルトニアン、ドイツの財務大臣が言ったように、債権の発行に関してもドイツが非常に大きな権限を持っています。で、多くのグローバルな課題に関して EU は今後果たして全世界的普遍的な多国間主義がよ、欧州が今まで願ってきたいわゆるルールベースのやり方を踏襲していけるかどうかという確信が今までよりも EU において下がってしまうと思われます。ヨーロッパの戦略的な観には5つの側面があります。まず経済政策、安全保障政策、気候、そして医療などです。そしてヨーロッパの国際的なパートナーシップにもこれからブレグジットのポストブレグジットのあり方というものが生まれてくるでしょう。ヨーロッパの人々が日本やカナダのような同じような考え方を持った産業先進国、経済先進国を見る目も変わってくると思われます。それらについてもお話をいたします。ここまでもうかなりお話をしていますけれども、次に世論調査についてお話をしたいと思います。これはやはり議論の中でとても重要な点になりますので、ただその前に他の分野ですね、例えば新しい政策がでまた、発生している分野についてもお話します。ドイツで非常に繁栄した自由市場というものを標榜していましたが、ここに来てやはり新しい形での協力が必要になってきました。オランダ、オーストリア、スウェーデン、デンマーク、そしてフィンランドといった国が例えば補助金に対して、問題が出てきます。ただこうした中でもやはりこの加盟国間の中の新しい協調の仕方が求められています。そして今、非常に自由派というものが例えばポーランドやハンガリーの中で見られます。とても国のレベルからやはり一時そのパワーの空白といったものができかねないと、例えば、そのような事態にも対応が求められていくはずです。そして世論ですけども、簡単にまとめて申し上げますと、トランプ大統領、それからコロナですね、これがやはり多くのヨーロッパ人の 見方を変えたと思います。ブレグジットはヨーロッパ、EU の中の意義を高めました。そしてヨーロッパの会議派ですね、EU 会議派に対しても影響を与えました。そしてそれが他の加盟国の中でも見られます。これは EU からの離脱というものがどういったものかということをはっきりと見せていることだと思います。そしてコロナ危機ですけれども、
それによって多くの人がとても今危険な世界に生きているということを認識しました。そして孤独、単に、個人のレベルだけでなく、やはり国としても孤独を感じています。つまり他の国に依存することができないのです。そしてこのコロナ禍で非常に大きな、例えばアメリカ、それから中国の政治システムで大きな崩壊が起きていると言われています。それがやはり新たなヨーロッパでの議論を引き起こしました。国際社会の中で自分たちがどのような立場を取るか、そしてつまりナショナリスト、これは例えばパンデミックのようなものをどのように対峙していくのか、またただインターナショナリズムを標榜する人たちはやはり互いにパートナーとして協力していく、それをそう主張しています。そして中国はこれまでヨーロッパのやはり主権を脅かしてきたと、そう思う人がいるわけですね。このような中でヨーロッパの主権、人々はその供給網を今、例えばヨーロッパにとって重要な製品のサプライチェーンを確保したいと考えています。同盟国への依存もあります。しかし今後、最近の調査での大きな変化、それはアメリカに対してですけれども、ほとんどの多くの人がバイデン氏の当選を歓迎していました。とはいえ、すぐにアメリカがグローバルのリーダーとして復活するとは思っていません。というのもやはり財務危機、財政上の問題があります。そしてアメリカがヨーロッパを守ってくれないだろうと、そして中国がやはり10年後にはよりアメリカよりも強国になるだろうという見方もあります。そしていくつかありますが、まず一つは中国とアメリカの対立においては EU は中立立場であろうとしています。そしてヨーロッパの防衛に投資をしようと、アメリカによる防衛安全保障のシステムに依存するのではなくです。そして3つ目、ヨーロッパの諸国、特にドイツ政府はの方がアメリカ政府よりも重要だと多くのヨーロッパ人が見ています。これは私たちの、バイデン政権、バイデン氏が当選された後に聞いた世論調査のまとめですけれども、今、トランプ氏がホワイトハウスを去ったわけですけれども、そこにはやはりレガシーが残り、新しいヨーロッパにおける協力ということの意識を、ある意味作り出したと思われます。そして、しかしながら、チャンス、オポチュニティはまだあると考えられます。今後の国際関係、それから EU と日本、日 EU 間の協力、日 EU 間の関係に関しては、これはオポチュニティだと思います。より大きな協力の展望が開けうる状態であると言えましょう。ディスカッションを先生方とする中でもっと詳細のお話に入れればと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。大所高所から見られた論点と、それからまた、個別の、案件についてお話しいただきました。最近先ほどレオナルさんおっしゃってたように世論調査を、ヨーロッパ評議会でやっておりまして、外交評議会でやっておりまして、そこにはいろんな私たちにとって刺激的な、結果も出ております。私も送っていただきまして、読ませていただきました。その説ありがとうございました。それで、今のお話に関して私の方からと、それから伊藤先生の方から、いくつかレオナル先生に意見を質問をぶつけてみたいと思います。
今ご指摘ありましたようにパワーバランスの変化という点があるかと思います。イギリスのブレグジットの後ですね。でこれが今コロナ禍のヨーロッパの大変な状況と一緒になりまして、シンクロナイズしてですね、で非常にこう不安定な状況にヨーロッパあると思います。でそういう点から言いますと、先ほど先生がおっしゃられましたパワーバランスの変化ということから言いまして、党の問題とか、中央ヨーロッパの国々の話が出ましたけれども、欧州統合というのは一つそれ自体が分裂といいますか、不安定の先にある先ほど孤立化と孤独化というふうなお話も、国々が孤立化してしまうというお話もされておりましたけれども、ある種統合がそういう意味では分裂といいますか、少し、統合ではない反対の方向に向かうんではないかと、そんなふうな懸念もあろうかと思います。それからもう一つ、それと関わりまして、私先日イギリスでよく売れている本でリーバーさんというイギリス人のドイツ大使をやってらした方がジャーマンルールズという本を読みました。でそこではブレグジットそれ自体もドイツに対する求心力が大変大きくなって、それに対する反発がイギリスにあるのではないかというふうな、見解も述べられておったように思います。まあ、こういったことから考えますと、一つブレグジットの後のヨーロッパがドイツが中心にますます求心力を高めていくということは当然予想されるわけで、まあ、そういった中でこのドイツ問題というのがやっぱり大きな問題になるのではないかなと思っております。まだいろいろとお話の中でお伺いしたいことございますけれども、私の方からその2問ぐらいの質問を当てさせていただきまして、伊藤先生の方から少しコメントおよび質問をしていただければと思います。はい、レオナルド先生ありがとうございました。大変資産ともお話で、勉強になりました。私から2つほど、ご質問をさせていただければと思います。前段でイギリスが EU を離脱したことによって EU 内のパワーバランスが変わっているというお話がありったかと思います。で私が最近ビジネス界の方々、日本企業の方々などとお話をしているときに感じますのは、ヨーロッパ、EU が非常に内向きになっているのではないかと。でこれまで EU の規制を作るところ、規制を作るプロセスにおいてイギリスは非常にその規制が過剰化しないように、ビジネスフレンドリー なものになるように、働きかけるような、役割をしてきたのではないかというふうに感じておりまして、そのイギリスが抜けたことによって、規制がですね、いささかこう、日本企業も含めたビジネス界にとって、非常にこう厳しいものになっているのではない行こうとしているのではないか、その結果としてですね、ヨーロッパの競争力が低下するという結果になるのではないかという点を危惧しております。この点についてお考えをお聞かせいただければと思います。もう一つお尋ねしたいのは、講談でお話になられました米中対立に対するヨーロッパの姿勢という点でございます。先生は中立というお話をしてくださったかと思うんですけれど、アメリカあるいは日本はヨーロッパがですね、共同歩調を取ってくれるということを期待しているのではないかと思うんですけれど、その点についてはアメリカ日本の期待というのはいささか過剰ということが言えるんでしょうか。それからそのヨーロッパの その中国に対するスタンスというのが、
まあ、いささかですね、ヨーロッパの中でも中国に対するこう利害が様々であるために、定まりづらいというような印象も持っております。この中国に対する姿勢というところについて、もう少し深くお話を伺えればと思います。ではここで一旦私がお答え申し上げるタイミングでしょうか。はい、お願いいたします。ありがとうございます。素晴らしい数々のご質問ありがとうございます。伊藤先生の最後のご質問、アメリカと中国に関してヨーロッパが何らかの役割を果たし得るかという、そして米中関係の癒しになり得るかどうかということに関しては十分聞き取れたかどうかと思っているんですけれども、まずこれの点から取り上げたいと思います。過去 2,3 年間ヨーロッパはさまざまな関係を中国との間に持ってきた、そして劇的な変化がそこの関係には見られてきたと思います。ここでとても衝撃的なのは、中国のことを単に市場だと見ていたという見方が主流であったものが、もっともっと中国を戦略的に見る見方に変わってきているというものです。パートナー、あるいは競争相手、またシステミックな重要性を持つ存在だというふうに見なされるようになってきています。とそのように EU 側の中国に対する観点が変わってきました。これによって中国に対する EU の政策はもっともっとリッチなものになっていくことにつながると思います。ヨーロッパの過去2年間ほど各国の首都で見られた、すなわち政府の動きというのは、2025年にまた2035年に中国はどういうふうになっていくか、どのぐらいの上昇を中国が見せるかということを十分検討して、大きな課題が EU に課せられる大きなチャレンジになるので、どう取り組んでいくかということが真剣に考察されてきたといえます。そして中国の市場に対する市場を欧州企業のために増やしたいと、もちろん EU も考えているわけですけれども、これに関してブレグジットもやはり一定の影響を与えます。そして一帯一路のイニシアチブはもちろん中国が取っていまして、中国だけでなく世界のすべての国で公平な競争のたたき台をということを提唱している。こうすると、いや、欧州側も考え方を変えていかなければならないでしょう。投資、テクノロジーに関する政策、通信の 5G 等々、それからサプライチェーン、これらの分野においてヨーロッパでは現実的な見方が以前よりも高まってきていると言えるでしょう。すなわち中国はもう全体的なシステミックなライバルになった、さ、同時にパートナーにもなった、以前よりなってきている、そして各分野における競争相手であると。ヨーロッパでは非常に大きなフラストも高まっています。トランプ大統領が EU 側を非常にこういったシステミックな脅威という意味で困惑させました。 EU と協力するのではなく関税を課し、 EU と手を携えることをトランプ氏は拒んできた。だからこそそれが一つの理由となって、投資に関する包括協定を中国ともう EU は勇んでさっさと結ぼうとしている。それはバイデンなら邪魔をしないと EU 側が思っているからでありましょう。ワシントンに対するEU の信頼がやはりトランプ政権によって損なわれた。これは EU だけでなく東京とかニューデリーとか他の国々の政府首都においても同じことが言えます。今後欧州は対中国対応の中で非常に重要な役割を持っていくと思います。 EU の市場は重要で大規模ですし、規制という意味でもテクノロジーに関する EU の規制は大きな意味を持っている。それからカーボンボーダーアジャストメント、炭素国境調整
の制度も EU のスキームです。これらはやはり今後世界としてのこれらの分野の課題の対応に大きな影響を持っていくと思います。それからアジアのさまざまな国々に対するスタンスは対中国の関係を考慮しながら、中国がシステミックなライバルであるということを考えながら、今まで曖昧な部分もあった対アジア諸国関係も形成されていくと思われます。ということで EU は重要な役割を果たすと基本的に申し上げましたけれども、特に EU が日本やその他の国々と協力をすればさらにそうなると考えます。今後数年のうちに EU が単に中国と2カ国間の関係だけで考えて対応するのではなく、インド太平洋という文脈や他の国々との協力を通して対中国関係を考えることになれば、 EU の役割はさらに大きくなると思います。それから英国は今まで政策上、EU の政策上大きな声を持っていました。でもデンマークとか多くのドイツの人々も リベラル派であった。で、これらの国々が今まで加盟国であった英国と同じようにもっとリベラルな経済を EU にも提唱する国々になっていくと考えます。で、いずれにしても世界のどこであってもやはり自分の自国のテクノロジーベースを他の国々からのアンフェアな競争からいかに防御するか、そういったことをもちろん考えるわけです。そのために規制を活用するわけです。そういう意味で EU だけが世界でそれをやっているのではない。で、保護主義はアメリカの政治システムにおいて近年ヨーロッパのそれよりもずっとずっと顕著だったのです。それから渡辺博隆先生からはドイツの役割についてもご質問いただきました。これは EU に現在の EU に関して非常に重要な点だと思います。未踏の領域になるわけです。メルケル氏が9月に退任した後どうなるか。まだ全く不透明であります。 CDU のトップが最近選任されましたけれども、またババリアの首相が次のメルケル後継者候補にも挙げられていますけれども、一体どうなるかは全く不透明であります。そしてドイツはしかしかつてないほど中心的な役割を EU で果たしていくわけですけれども、今まではメルケル首相が EU の中で最もパワフルな首脳の一人であったわけです。で、その後継者となる新しいドイツ首相は他の国々からプッシュバックをどれだけ受けるか、メルケルが持っていたようなパワーを持ち得るかどうかというのは分かりません。そしてもちろん厳しい時でもあります。フランスのマクロン大統領は、彼は非常にしっかりとした、まあ、強い勝者であるということを証明したいと思っています。そして来年の選挙においてのやはり勝利を目指しているわけですね。そしてやはり多くの、まあ、ドイツ人の中の意識が変わったというのは言えます。ヨーロッパまた EU に対しての責任感が高まっていると思います。ただヨーロッパの危機ということに関しては良くないとよく思っていません。それからロシアについても同じです。そしてもちろんコロナの問題においてもです。ですから私が、まあ、思うには、たとえ今回何か、まあ、ある程度の正当性を構築することができたとしても、ドイツは、まあ、経済だけでなくやはりもっと大きな問題において大きな役割を果たしていくことになると思います。中国においてはやはりドイツは大きな役割を果たすことになるでしょう。特に、まあ、中国もやはり誰かが一国と見たときにはドイツに注目すると思います。ですからこの問題、ヨーロッパと中国そしてアメリカ
これがやはり問題、大きなこれからのキーに鍵になると思います。渡辺日向孝先生、最初のご質問を忘れてしまいました。もう一度おっしゃっていただけますでしょうか。先生、少々お待ちください。はい、ブレグジットによって統合の求心力が弱まるんだろうと普通には思われますけれども、コロナ禍の事情もありまして、そういうことについて先生はどういうふうにお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。ブレグジット後に起こった最も大きなサプライズの一つをお話ししたいと思います。やはり考えられなかった形で EU がまとまるんではないかと、EU 共和国みたいなものになるんではないかという考え方もあったんですけれども、欧州委員会ではブレグジットの対応にやはりかなり失敗をしたと思われます。それによってEU の自信、それから特にブラッセルの欧州委員会のさまざまな機関に対するレピュテーションがとても大きなダメージを受けました。ということで、欧州委員会はそのあたりの教訓をもう今学んだと思いますので、官僚主義とかクオータ、数量割り当ての過剰な部分などなどが加盟国に必ずしも適切だと受け取られていないということを今後検討していくでしょう。で、やはり EU の求心力は下がっていると言えます。で、ブレグジットはその中でそれに拍車をかけた一つの要素だと言えるでしょう。でもやはり生存がかかっているサバイバルのためには結集しなくてはならないという認識もあろうかとこれから考えられます。ありがとうございます。先生、復興基金についてはいかが思う。うまく今資金がなかなか豊かではないとかですね、いろんな話が出ておりますけれども、今後復興基金、欧州復興基金についてはいかがでしょうか。はい、私が思いますに、協定が締結されたということ自体は本当に欧州統合の中で大きな進捗だったと思います。この非常に多額の金額を EU が債券を発行し、また借り入れをするということで賄っていくわけです。ということで、アグリーメントそのものは結ばれたことは大きな進捗でしたが、その経緯、そこに至る経緯というものでいろいろと難しい点があった。そしてこれからかなりいろいろなお金がかかっていく時期に EU はあるわけです。常にやはり手元にある資金は不十分だということになるでしょう。イタリアでこれから非常に需要がかかります。で、復興強靭化基金というのは EU の中でも最大の政治的なプロジェクトの一つであります。で、EU が外からどう見られるかにも大きな影響をもたらします。欧州経済は非常に大きなダメージを受けました。輸出が最近は微増で伸びているものの不十分ですから。ありがとうございました。レオナード先生、最初の、予定よりもかなり時間がオーバーしておりまして、どうもありがとうございました。いろいろとためになるご発言、私たちこれからの研究にも生かしていきたいと思います。先生、では今後とも私たちプロジェクトの関わりを続けていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。それではこれより第2部、座談会4人の先生方とブレグジット後の欧州の未来について対談をさせていただきたいと思います。
引き続き渡辺弘隆先生お願いいたします。どうもありがとうございます。大変お待たせしました。庄司先生、福田先生、よろしくどうぞお願いいたします。今さて、ブレグジットのそのものについてのお話から始めさせていただきたいと思います。順番はプログラム通り伊藤先生、福田先生、庄司先生ということで進めさせていただきたいと思います。当初の予定で7分から10分ぐらいの間という大変短い時間ではございますけれども、皆さんのご意見あるいは見方についてお話しいただければと思います。とりあえず私、先ほどもお話ししましたように、関税同盟、イギリスの今後グローバルブリテンをはじめですね、そういった将来についてどうなるのか、そしてそれがヨーロッパに与える影響、この点についてはレオナルドさんかなり詳しくお話しいただきましたけれども、そんなところから話をしていただいて、残りの時間で私たちの間で議論を深めていきたいと思っています。それでは伊藤先生の方からよろしくどうぞお願いします。はい、私の方からは私は専門が経済ということでございますので、経済的なインパクトというのを中心にお話をできればと思っております。ただまだその前提として、このイギリスの EU 離脱がどういう形にとりあえず決着がついたのかという点もやはりお話ししておくべきだと思いますので、この点も簡単に私の思うところをまずお話しさせていただきたいと思います。結果として合意なき離脱を回避したということで、安心感が広がったというのが去年の年末のことだったということかと思いますけれど、その内容としては実質的にはかなりハードな離脱ということだったかと思います。でこれはやはりですね、イギリス側は主権の奪還ということを非常に重視したということがありました。でなるべく早くということで、やはり合意を急いだということもありました。でその時間軸に、EU 側も応えたということではあるんですけれど、 EU 側は EU 側でやはり単一市場の原則を堅持するということを重視した結果としての、ハードな離脱という決着だったと。TCAと呼ばれる貿易信用協定というのが新しい関係を支える協定ということになるんですけれど、これまでの関係を引き継ぐ協定としてはかなり範囲も限定されているし、それからこれからですね、変化しうる部分も多いと。でこの点は EU 法の専門である庄司先生からいろいろ詳しいお話があるのではないかと思います。でこのじゃあ変化の方向をどう考えるのかという点については、少なくともですね、今のジョンソン政権の下ではまずはこの取り戻した主権をいかに生かすのか、それから EU 離脱というのが、しかもハードな離脱がいかに正しい選択だったのかということをアピールするということがまず第一目的になりますし、そのプロセスではこれイギリス国内向けのアピールということではあるんですけれど、 EU がいかに不合理かというようなことも強調しやすいと。で当然EU 側としてはそういうイギリス政府の態度に対して必ずしも寛容でいる余裕もないということだと思います。イギリスと EU の関係は、向こう数年間の間はむしろ遠心力が働きやすいというのが基本的な私の今の時点での理解ということです。それから遠心力という意味では、この段階ではあまり詳しく申し上げませんけれど、やはり連合王国内での遠心力の問題、スコットランドの独立機運の高まり、それからいわばイギリスの中で特区的な地位を得ることになった、北アイルランドの不満の高まりといったような問題も、これからイギリス政府が対処していかなければいけない問題なんだろうと思います。で経済的なインパクトという意味では、これポストコロナとポストブレグジットというのがまさに同じタイミングになったと。
でかつイギリスが変異種の感染拡大で厳しいロックダウンの最中にこのハードなブレグジットが起きたということでございましたので、経済的なインパクト、ブレグジットによるものよりははるかにコロナ禍の影響が大きいということになって、一見するとこう見えにくくなっているということだと思います。ただコロナ禍の影響が大きいのは、対面サービスで、ブレグジットの影響が大きいのは、製造業あるいは金融業、農業ということで、少しですねこの影響の、度合いというのが、それぞれこう実感が感じられる大きさというのがこう業界によって地域によっていろいろ違っている、ある意味で少しばらついているということも申し上げられるかもしれません。ただ要して申し上げますと、この2つ のインパクトともにですね、もともとのこのイギリスが EU 離脱を選択する背景にあった、格差の問題を増幅する傾向があるということも申し添えなければいけない点ではないかと思います。で、このブレグジット以上に EU にとってはやはりコロナ禍の経済的なインパクトが大きいと。で、これもですねやはり EU 圏内のもともとあった格差を増幅するという効果を持ちます。これに歯止めをかけるために復興基金の合意があったり、それからそれ以前にやはり危機対応のパッケージ5400億ユーロのものをまとめたりということでですね、EU としてはこの格差の問題が深刻化しないようないくつかの仕組みを入れた、これは非常に前向きに評価できる点なんですが、マークさんからもお話がありましたように、お金は常に足りないと、これだけでは十分ではないということでありますし、今は比較的こう市場がですね実体経済 の厳しさに対して市場は楽観的というのが世界共通の現象で、そういう意味ではこのヨーロッパ内の格差の問題についても、市場はあまり深刻に受け止めてないということだと思います。ただこの先ですね、逆に感染が収まった段階でその問題に対する懸念というのが、頭をもたげてくるという局面もあろうかと思います。そういう意味では感染対策が今、最優先の課題で、経済対策としては、経済が崩壊しないように支えるというところが、今のテーマでして、経済対策上比較的ある意味ではこう的が絞れているのが今と、感染がある程度収束した後というのが、いわゆる経済対策の絞り込みみたいな話も出てきて、非常に難しい局面に入ってくるのではないかというふうに考えております。とりあえず私の話ここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは引き続いて、福田先生の方からお話を受けたまるでしょうか。7分ぐらいでしたですね。すでに英国 EU の貿易協定、協力協定の暫定発行については庄司先生もまた伊藤先生も詳しく書かれておられるし、あと庄司先生から詳しいご説明があるかと思います。私はブレグジットによって EU のガバナンスがどのように変わるのか、その行方について話すようにというふうに渡辺先生からご依頼をいただきました。で、今の伊藤先生のお話との関連で言いますと、やはり今英国はこれによって主権の回復ができたと、形の上ではなるわけでありますが、経済的には EU 単一市場へのアクセスが悪化したり、あるいは貿易協定が発行することで、イギリス経済自体の打撃が大きいというふうなお話を今伊藤先生をされました。で、このような動きというのは言うまでもなく、ブレグジットの政治過程におきまして、政治家、政治エリートが主権の回復というところをキータームにして EU と英国との関係を政治化する、ポリティサイゼーションする、そういうふうな争点化のやり方をやり、それをやりすぎたということもあって、政治家や政党の政治目的を達成する手段として、このブレグジットを
フレームワーク化したということが、まあ、現在のブレグジットショックに至る、まあ、大きな原因ではなかっただろうと、まあ、一般に言われるところであります。でヨーロッパ統合の目的というのが言うまでもなく不戦共同体の構築であり、またヨーロッパの経済的繁栄でありました。で言うまでもなくこれは政治行政あるいは経済エリートが EU ヨーロッパレベルの政策形成決定に参画して加盟国がこれを実施していくということで実現されるわけでありますが、そのような枠組みは加盟国内レベルでは加盟国の労組とか利益集団とか非政治的なエリートの利害対立というものをある程度抑え込んでヨーロッパレベルに引き上げて国内レベルの利害集団の政治的対立を抑え込みながら脱政治化を図る EU の機構を通じてこれを使用するという形でEU レベルの制度や政策へと変えていくというところに今 EU 機構 EU ガバナンスの特徴があるのかと思います。ご承知のようにまあ庄司先生のご著書の中でいくつか書かれておられますようにジャンモネによって構築されたこの欧州統合のプロジェクトというのは各国で争点が政治化されるというのをできるだけ避けたい、超国家的なテクノクロアトが、まあ、事実上は EU レベルで、政策選択をし争点化し、さらに参加アクターを拡大しながら EU レベルで、決定し加盟国レベルで実施させるというふうな形で、経済社会的な利益を具体的に調整し、そして、大衆から支持されるようなアウトカムを生み出してアウトプットの正当性を獲得するというふうなやり方で統合を進展させていったというのが50年代以降、まあ、ユーロ危機前までの動きであったということが、まあ、言われているわけであります。でご承知のようにユーロ危機においてメルケル・サルコジ両方のメルコジ連携協力体制があってもユーロ危機の市場の混乱が収まらないという状況の中で、まあ、ドラギ ECB 総裁がですね、まあ、ユーロを守るためなら何でもするという有名な言葉を吐いて市場を沈静化させたというふうなことが言われ、まあ、政治の力で、ダメな時はそういう超国家的な機関の建設というものがある程度市場の混乱を抑えることに役立った。そんなことで現在コロナ禍で財政が非常に危機的状況にあるイタリアにおきまして昨日組閣要請を受け入れたドラギ首相候補がですね EU のこの先ほどのコロナ基金7500億ユーロの中から1割程度の融資を引き出す、できれば 20% ぐらい引き出したい様子であるというふうなことをお伝え聞いておりますが、まあ、これに対してオランダ、スウェーデンが反対するというのをラガルド現 ECB 総裁がなんとか抑えるという図式にあるんだというふうなことが伝えられているわけであります。で、まあ、そういうふうな形で超国家的な機構というものを通じて、まあ、欧州委員会や EU 司法裁判所や ECB といったようなもの、あるいは欧州委員会の監督のもとにある50のエージェンシーを通じて具体的に分野別に脱政治化して国際行政レベルで実施し、あるいは加盟国の行政を手足にとして政策実施を図っていくというのが EU ガバナンスの現在でも続いている姿ではないか。でそういうふうな中でブレグジットの文脈で、イギリスは EU 加盟国でありながらユーロやシェンゲン空間には入っていないということで大陸諸国とは距離を取ってきたわけでありますが、まあ、いくつかの政策分野でオプトアウトをして、また他の加盟国と比較すると予算の分担額も額としては多いけれども国民一人当たりでは平均程度にしか過ぎないという状況であったわけであります。まあ、それにもかかわらずイギリスでは雇用や所得の
格差問題というよりはむしろ主権問題というところに今争点化して、レファレンダムに至ったというふうな経緯があります。でただ、まあ、イギリスにおける主権問題を政治化するということはもう一方で、イギリスとしての UK としてのナショナルアイデンティティの問題に直接触れることになり反 EU イングリッシュナショナリズムと新 EU プロヨーロピアンのスコティッシュナショナリズムとの、まあ、離反というのが起こってくる。UK 自体の崩壊すら、まあ、懸念されるような問題を弱気することになってしまったわけであります。で、まあ、そんな流れの中で、まあ、大衆欧州市民社会に対して全体として、まあ、欧州レベルの経済的社会的利益を表出する方式は EU の、まあ、構造政策結束政策において、配分の論理として、まあ、結束政策が支持されてきたわけでありますが欧州統合の推進力としてそれが使えるはずであったわけであります。しかしながらイギリス国民のイングランド市民とウェールズ市民はですね EU 離脱を支持することで EU 補助金による、まあ、配分の論理を否定するというふうな結果になってしまった。で EU 国民投票 EU からの離脱国民投票ではスコットランドでEU の残留票が離脱票を上回って、ウェールズでは離脱票が残留票を上回るというふうな結果になったわけであります。で、まあ、実際は EU はですね、社会的、経済的不均衡の処方箋となるように構造結束政策を実施してきたわけですけれども、具体的には EU 予算の 30% 近くがですね欧州構造投資基金に使われているという状況にありまして、そういうふうな中で EU の域内の経済的社会的不均衡を是正するということで、大衆に経済的社会的利益を提供するそういう手段であったわけであります。でしかしながらこれは配分政策で、本当は是正されたはずだったのにうまく、まあ、広報されていなかったということが原因しているのではないかというふうなことが考えられます。地域の社会的経済的発展を望む地域主義を背景にして、プロヨーロピアンの立場を取るいくつかの政党が存在していたというふうなことで、まあ、主権問題に逆に触れてしまったがためにこういうスコットランド問題を大きな政治問題としてイギリスは抱えることになってしまったというふうなことが考えられるかと思います。で、まあ、時間もありますのでそれでガバナンスが今後どうなるかというふうな話でございます。ジョンソン政権はですねアイルランド北アイルランド間に、まあ、平和というか強制をもたらすためのベルファスト合意98年の合意を維持するというふうなことで事実上主権問題の政治化があるいは先鋭化することを避けるということには成功しているで EU 加盟国のアイルランドと英国領の北アイルランドとの間に国境を復活させることなく北アイルランド問題を EU 単一市場の EU 規制の枠内に留めたというバックストップ安全策を置くことで主権問題の政治問題化を回避できて、まあ、国境の復活による武力紛争を避けることができたということで、まあ、平和的なガバナンスシステムを維持することができた、まあ、そういうふうなこの合意におきまして北アイルランド内の地域政党が、まあ、比例代表制になってですね北アイルランド議会に反映されですねまあ、そういうふうな中で、北アイルランド議会が果たす役割、それからアイルランド政府と北アイルランド自治政府の間で閣僚協議会を開く定期的な場を持ち、さらに、まあ、構造基金の補助金の受給に関してイギリスとアイルランドの間で、さまざまな政策領域ごとに越境的なプロジェクトが実施される。そのための
行政単位がメゾレベルでサブナショナルのアクターとともに展開しているというふうな国境を越える、まあ、マルチレベルのガバナンスが現実に官民連携のマルチステークホルダーによるガバナンスが行われているといったようなところがですね、こういったブレグジット以前から、まあ、イギリスをEU 加盟国の一員として存在してきたことのにおいて EU の存在理由というものを、まあ、見出すことができたのではないか、まあ、それがなくなるということで補助金がイギリスにはいかないという問題があるのが一つの問題で、もう一点、もう最後にしますが、今後どうなるか、つまりアフターコロナ、ポストコロナの時代にどうなるかというふうなことで、欧州議会のシンクタンクがですね、対外政策のグローバルな傾向について研究をしておりまして、競争的資本主義、それから戦略的自立性、協調的ガバナンス、倫理的資本主義という4つのシナリオを書いています。で、この欧州政策パネルの次の3月5日のものにはですね、英国の EU 離脱と欧州の行方、サブタイトルが戦略的自立に向けてというふうに書いてございますが、この欧州議会のシンクタンクによれば、戦略的自立というのは国際協調と矛盾するんだと。で、経済的利益とそれから、まあ、感染制御どちらを優先させるのかという価値観の選択にも関わってくるし、利益を追求するだけでは市場と国家の間の競争が激化して最終的には悪循環に陥ってしまうんだ。で、そうではなくて環境や社会的な権利に重点を置いた EU の諸政策こそが、いわゆる EU 側の EU の言う倫理的価値というものがビジネスと政府の意思決定に生かされてきたというのが EU のガバナンスであった。これを、まあ、協調的ガバナンスと定義づけることができるというふうに欧州議会はいいですね。そのような協調的ガバナンスというものが今後の EU 統合の、まあ、方向性として、まあ、考えているのではないかというふうな報告書でありまして、この EU の倫理的価値重視、つまり法と倫理で支配しようとする、これを、まあ、倫理的資本主義とこの報告書では定義づけているんですけれども、まあ、そういうふうな方向性を持って、この倫理と法秩序を世界の規範化する、グローバル化するというふうな戦略を取ることで、まあ、産業競争力を EU として高めていこうとしているのではないかというのが、まあ、ガバナンス改革の方向性としてまあ、考えられるかなというふうに私は考えております。ちょっと長くなってしまってすいません。はい、ありがとうございました。それでは最後になりましたけども、庄司先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。手短に努力します。移行期間が終わって、イギリスが単一市場と関税同盟の両方から完全に離脱したと。でその後の枠組みを作っているのが貿易協力協定だということですが、その協定の中には、まあ、一切出てこないですが、キーワードとして主権回復と単一市場の一体性という、その2つをめぐる対立が隠されているというのが私の話の要点です。でイギリスは、まあ、主権回復を求めたと。 EU を離脱したからには EU のルールには一切拘束されないとの主張です。具体的には EU 法と EU 司法裁判所の役割を全面的に排除する、純粋に主権国家同士の国際法に基づく関係として定義したい、EU 法で使われる用語自体も全て回避したいという、そういう極端な路線を取りましたが、これは実際には実現されています。で他方でEU の単一市場の一体性というのは、単一市場における権利と義務は不可分だという立場でありまして、EU の単一市場で経済的利益を得たいのなら EU のルールにも従ってくださいねという、そういう主張です。ですから主権回復と単一市場の一体性というのは
ルールに EU のルールに従うかどうかというところの対立でありましたが、イギリスは経済的利益よりも主権回復を最優先したわけであります。その例を3点挙げたいと思いますが、第一は物品貿易で関税ゼロ、数量割当ゼロが達成されていますが、非関税障壁は存在しています。でそれはイギリスが EU のルールとの調和を受け入れなかったからであります。受け入れると EU 法が入ってきます。第2点は同様に金融サービスでの単一パスポート制度や専門職資格、弁護士などの相互承認は実現しませんでした。なぜならばそのためには EU との共通ルールや EU 司法裁判所の役割を認める必要があり、主権回復に反するからでありました。そして3つ目の例でありますが、これは交渉の最後まで揉めた争点ですが、漁業権と公正な競争環境というものでありまして、背景には主権回復をめぐる対立がありました。まず EU は漁業権におきましては共通ルールである共通漁業政策にこれまでと同じように準じた取り決めを追求しましたが、イギリスは自国水域の主権を奪還すると、まくし立てました。結局 25% の漁獲割当の削減と5年半の調整期間を置くことで妥協したわけです。まあ、ここで興味深いのは、イギリス経済に占める漁業の割合は 0.04% 程度なのに、金融サービスは 7.1% でも、イギリスは主権回復のために漁業を優先したというところが非常に興味深いかと思います。他方、公正な競争環境では EU は社会、労働、環境、政府補助金規制などでイギリスが EU の基準に合わせるよう要求したわけでありますが、一切拒否しました。そのため、双方の基準に乖離が生じたら、一方の側が関税をかけるなどで均衡回復措置を取れるようというにして、その形で妥協が決まったわけです。でこのように完全な決着はされておらず、一時休戦状態が、の状態でありまして、貿易協力協定というのがいわば、暫定取り決めであります。問題が生じると、報復措置や協定の停止がいつでも、あり得るわけであります。ただ、安定化のための仕組みも一応用意されています。そのキーワードは連合協定、アソシエーションアグリーメントというものであります。これは、EU の、言葉ですが、それは共通制度と広範な、協力枠組みを設定する協定というものであります。で EU 側はこの貿易協力協定の締結で連合協定の形式を選択しています。で実は1950年代の EU とイギリスの関係を象徴している言葉です。その例として2つ挙げますと、1つはイギリスは欧州石炭鉄鋼共同体に参加しませんでしたが、その2年後に連合関係を作る協定をイギリスと石炭鉄鋼共同体の間で締結しております。でそれは1973年にイギリスが加盟するまで続きました。もう一つの例は、イギリスは欧州経済共同体 EEC にも参加しませんでしたが、それに対してベルギーのアンリ・スパーク外務大臣は EEC 条約の交渉でイギリスとの特別な関係を作るために連合協定の条文を入れるよう提案し、その結果が条文化されております。つまりイギリスが加盟しないのであれば特別な関係を用意しようとしたわけであります。ところがイギリスはその後 EEC 加盟にと切り替えましたので、この連合協定はイギリスには使われず、他の他国との関係で使われるようになりました。しかし今回、約半世紀ぶりに
ブレグジット後のイギリス EU 関係の枠組みとして連合協定が使われているわけであります。特徴として2つの仕組みを要しています。1つは TCA 貿易協力協定を基礎に補充する協定を今後作り、かつ5年ごとの定期的な見直し、良い方向への定期的見直しを考えよう。これは第1点。第2点は閣僚レベルのパートナーシップ理事会で両者の関係を運営していこうというものであります。でこれは、単なるその仕組みを入れただけですので、その2つの仕組みが今後どのように使われるのかを見れば、これからの、両者の、イギリス EU の関係が見えてくるだろうと。まだ実質は何もない状態ですので、今後の情勢を見ていく必要があると思います。以上でございます。どうもありがとうございました。要点を整理していただきました。大変助かりました。それではこれから論議に移りたいと思います。質疑論議に移りたいと思いますけれども、私の方からちょっと大きな質問といいますか、共通の質問を一つ投げかけさせていただきたいと思います。そういう意味からすると、このバランスシートはどうなってんだろうというふうに、皆さんどう思われるでしょうか。当初、主権を回復したというふうにジョンソンは国民の前で、昨年の終わり、クリスマスイブに決まったこの合意協定の後堂々と言いましたけれども、早速1月1日から先ほど漁業の話も出ましたけれども、物流の点で大変困ったことになってしまっている。でそれと関連して、伊藤先生にはこれはもう本当に皆さんの大きな関心であると思いますけれども、サプライチェーンがですね、どういうふうに維持できるのか、動いていくのか、そしてどういうところが大きな問題なのか、一つ伊藤先生にお聞きしたいと思います。それから福田先生、協調的ガバナンスということで、広く EU の将来、あるいは EU の欧州統合の本質に関わるお話をしていただいたかと思います。そこで一つ具体的な話としてですね、環境問題におけるガバナンス、これやっぱり非常に大きな問題になってくるのではないかと思います。EU 側のグリーンディールもありますし、イギリスの側もその環境問題の方に一つ経済的な面も含めて活路を見出そうとしているということであろうかと思います。そういった点を少し深掘りしていただければと思います。もちろんそれは今日出ております戦略的自立ということにも関わってくる問題であろうかと思います。それから庄司先生にはもう本当に、きれいに、交通整理をしていただいて、大変分かりやすかったんですけれども、この暫定協定はいいんですけども、 いろんな問題をまだ残していると。でしかも問題が起こった時点で、例えば漁業権だったら、5年後にもう一度再検討できる、他のところでもそういうところがいろいろありますけれども、今後どういううまくいくとしたらどういうシナリオが描けるでしょうか。暫定協定が本当の意味での協定に安定するとしたら、どういう面での交渉、あるいは、プロセスって言いますかね、進めていき方ですけれども、そういうことをこう含むような今回のアグリーメントであると思いますけれども、どういう見通しになるんだろうかなということを思う次第であります。とりあえず皆さんに、大きな質問とそれからそれぞれの質問を投げかけさせていただきました。よろしくお願いします。では、お答え私からということでよろしいでしょうか。今回の協定のバランスシートという意味では、経済的な影響という意味で申し上げるならば、これやはりイギリスは、打撃を受けるということです。ただこれはもう主権奪還の見返りとしてあえて受け入れたコストだということだと思います。
で、ジョンソン首相2つのことをこの合意がまとまった後おっしゃられて、まあ、6600億ポンドの合意だと、それから関税も数量規制も非関税障壁もないんだということを言ったんですが、まあ、現実には6600億ポンドの EU との取引のうち3分の1はサービスで、サービスはほとんどこの協定でカバーされてないということですし、それから、まあ、当然非関税障壁はこれはもう主権回復の見返りで出現しておりまして、この打撃というのはやはり小企業ですね、中小規模の企業には非常にこう煩雑な手続きとして負荷がかかってきていると。で、EU 側の企業としてはもうイギリスに出荷するのにたとえ関税ゼロでも煩雑な手続きのコストがかかるので、じゃあ別の市場に切り替えようという選択ができるわけですけれど、イギリスの企業にとってメインの、まあ、市場 EU にターゲットにしていた場合には、この非関税消費しかもこう付加価値税の支払い問題などもありまして、なかなかこれは大変な負荷がかかっているということです。で、これをどうするか、こう負荷を受け入れて、まあ、ビジネスを継続するのか、もう EU 市場は諦めるのか、それともやはり EU に出先機関を作ってやるのかということでですね、実は渡辺先生がおっしゃられたサプライチェーンの問題というと、例えば大手の自動車メーカー、これ日本メーカーなども含めてですけれど、そういう大規模なこうクロスボーダーのサプライチェーンを築いているケースというのがまず思い当たるところなんですけれど、現実にこの新しい障壁に非常にこう負荷を変えてですね、存亡の危機にさらされているのはむしろこう小規模な企業であると。で、こういうこの小規模な企業にはですね、実は十分にこの協定によって生じる負荷についての周知徹底も行われてこなかったというような問題もあるようです。逆に大手の例えば日系の自動車メーカーなどはですね、原産地規則の当面のところ猶予期間みたいなものを設けています。EV あるいは電池、こういったものはアジア製の部品をある程度使えるというような協定になっていて、これジョンソン首相もですね、おそらく自動車メーカーの配慮ということで取り付けたもののようですので、ここの部分は直ちには変わらないだろうと。ただ将来的にはやはりいろいろなこう条件の変化を見据えてですね、サプライチェーンを見直していくというような動きが大企業レベルでも出てくるということかと思っております。はい、それでは福田先生お願いいたします。欧州グリーンディールとそれからデジタル戦略というのが、ヨーロッパの経済と社会を国連 SDGs の目標を突破するような形で持続可能なサイクルに向けていく、そういうふうな目標と連携していると言われています。今でもなく SDGs の制度設計には EU はかなりコミットしてきたわけですが、そして今後のポストコロナの EU のガバナンス改革というのが気候変動の原因を排除しながら新たな経済発展を目指す成長戦略でありまして、そこで今回話題になっているコロナ復興基金の創設というものが EU の循環経済サーキュラーエコノミーシステムを作るための資金提供になり、またコンセンサスを調達する画期的な手段に、施策になったというふうなことが言えるわけであります。で、この循環型経済社会を目指す EU のガバナンス改革というのは、先ほど言いましたように EU の法秩序とそれから法の支配のみならず人権や環境、社会といったような倫理的価値、 EU の目指す倫理的価値に基づく制度、将来のグローバルタックスや GDPR あるいは ESG ですね、環境社会ガバナンス投資のやり方を国際規範化するということを通じてヨーロッパの産業競争力をさらに強化していくという戦略につながっているんだ
というふうに考えております。はい、どうもありがとうございます。それでは庄司先生お願いします。はい、まあ、暫定協定にとどまる貿易協力協定がうまくいくならば今後、AEU 関係はどういうシナリオになるのかというご質問でしたけれど、まずうまくいくかどうかということが、はどうやって分かるのかというと、やはり、漁業と公正な、競争環境というこの二大争点の問題で、うまく、両者がやっていけるかどうか調整していけるかどうかということだと、思います。で、公正な競争環境の方は、実はちょっとEU 側が大騒ぎしすぎたのではないかというふうに思っておりますので、イギリスはそれほどなんか規制撤廃に走るようなことは、これまでの経緯から考えてないのだろうというふうに思っています。で、問題となるとしたら漁業ですけれど、5年半後 の後に、年次協議で、毎年交渉するわけですが、それが そのための、安定した枠組み、漁業という焦点になってしまいますけれど、そこが落ち着けば、うまくいくというシナリオになると思いますけれど、でその時の、両者の両者の関係をウィンウィンにするのはやっぱりデジタル経済ではないかなというふうに思っています。デジタル経済 規定が、貿易協力協定に入ってまして、で、個人情報の自由な流通というものを、促進する、そういう、可能性を、もたらしています。実はこれは日本とイギリスの EPA 経済連携協定が、進めたもの でそれが貿易協力協定にも、入ったということで、これが、うまくいけば、両者の関係は、ウィンウィンになるのではないかということになると思います。でその、鍵を握るのが、世界最高水準の個人情報保護を、定めている EU の GDPR個人情報保護法でありますが、これと同等の保護をイギリスはしているかどうかという十分性決定というものが、今年の6月末に、なされます。で そこが、今後の、分かれ道になりますが、私の見立てではそれは十分性決定は出ると思います。でそうすれば日本、イギリス、EU の、自由貿易の三角形で、かつそのデジタル経済を中心とした、個人情報の自由な流通を核に、デジタル経済というもので、ウィンウィンの関係が作れるのではないかというふうに、今のところ、考えている次第です。どうもありがとうございました。はい、それではどうもありがとうございました。少し時間をしてはおりますけれども、最後の質問等に移りたいと思います。EU あるいはイギリスの話が中心でありましたけれども、この EU の外に向かった関係、先ほど、マークさんがかなりそれを中心にお話になったわけですけれども、その意味からしますと、一つイギリスがグローバルブリテンと、2016年の時に、そのつもりであったのとはうんと状況も変わってきているわけですけれども、これ戦略的自立ということでありまして、マークさんたちのレナールさんのたちの世論調査だと、それからまたこれは以前からずっと言われている話なんですけれども、米中対立にはヨーロッパは巻き込まれたくないと、で中立だということは世論調査を待つまでもなく前から主だった人はよく言っていた話ですけれども、そういう意味で言えばヨーロッパの世界での立ち位置といいますか、さっき のマークさんの話だと仲介者的なね、そういうふうなスタンスになるのかなというふうな言い回しでありましたけれども、
いずれにしてもグローバルな中でのイギリスの抜けた EU の立ち位置、今後についてお話を伺えればと思います。順番通り伊藤先生からお願いいたします。はい、まずグローバルブリテンは、ヨーロッパにとらわれずに、世界に開かれた、イギリスを目指すということで、一つは通商政策ということになると思います。でここについてはですね、例えば今年の1月から新しく導入されたイギリスの関税率、EU よりも少し低く設定したりとかですね、簡素化したりとか、あるいはEU として締結していた FTA の置き換え作業も、かなり順調に進んできましたということですし、日英EP も含めてですね、でかつTPP 正式申請ということになって、イギリスがかなり意欲を示していることは間違いないと思います。ただやはり5割を占めるヨーロッパとの市場の間に障壁を立てた部分を他の国との通商協定でやはりカバーできるのかというと、かなり厳しいと見ざるを得ないと。で特に今イギリスと中国との関係がかつては非常に蜜月と言われるような緊密さだったものが、今こうウイグルの問題、香港の問題、緊張を増しているということで、難しくなっているというところが影を落としているように思います。でドイツの強大化の問題についてはですね、私少し気になっておりますのは、復興基金という形で格差是正の枠組みを、作ったということで、これは苦しい国により多くの資金を移転するという枠組みではあるんですが、やはり各国ベースの財政措置を見るとドイツが非常に大きくなって、しかもまた追加措置を決めていると、やはりですね、最終的な部分でのその財政力の格差が経済格差を増幅しかねないというリスクについてですね、もちろんドイツが景気対策を打つことはヨーロッパにとってもいいことなんですけれど、ちょっと気になりますということです。ヨーロッパの立ち位置については特にグリーン化の分野でのグローバルリーダーをということで、イギリスも同じ看板を掲げておりますけれど、ここでなんとか国際規範化してヨーロッパの価値観を守りたいという、ところにですね、かなり力を入れていくというふうに思っております。はい、どうもありがとうございました。それでは福田先生お願いします。はい、グローバルブリティンとの関係では、特に金融分野、通商金融分野でですね、イングランド銀行もデジタル通貨の発行をするというのも決めておりますし、中国のデジタル人民元は中国国内でしか使えないけれどもですね、イギリスがデジタル通貨を作り、そしてユーロもデジタル化するという方向で今研究が続けられていますし、日本は三菱 UFJ がその方向で準備していると言われておりますので、時間はもうちょっと先になるかと思うんですが、そういった意味で EU、日本、そして英国の間で金融分野での結びつき、通商も含めてですね、深まっていくんではないか、これはデジタルイノベーションというものを通じて深まっていくんではないかなと思います。それから2番目の問題はですね、EU の欧州議会の先ほどの特徴が言うところの競争的資本主義というやつで、米中対立が激化する中でですね、そこに加わるのではなくて、別の第三者的な立場で戦略的自立性を保ちたいというのが EU のスタンスだろうと思うんですが、しかし、そういう形を取るにしても、やはり、リベラルデモクラシーの価値を守りながら、戦略的な自立性というふうなことになるので、言い換えますと、それは国際協調というふうな方向に向かわざるを得ないので、言い換えますと、先ほどの協調的ガバナンスないし、ヨーロッパ的価値の方の支配と人権と、労働社会問題、環境問題を重要な価値と考えるヨーロッパ的倫理規範と法制度、法秩序を通じて世界を支配したいという、EU らしいですね、考え方に基づくものではないのだろうかなというふうに思います。そういった意味で環境問題と
デジタル化というのが同じラインのうちに、また、まあ、財政移転の問題とも関わってきますが、コロナ基金がですね、まあ、ドイツが緊縮財政路線から財政移転路線をくら替えした結果、まあ、そういうふうなものが7500億ユーロが実現したわけですけど、それでは足らないというふうな中で今後どうするのかという問題もそれにつながってくるのかなと思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。それでは庄司先生お願いします。じゃあ手短に申し上げます。グローバルブリテンにつきましては、やはり鍵を握るのは2050年の気候中立目標について、つまり気候変動対策について、まあ、イギリスが、まあ、リーダーシップを取りたいと。で、こんなことに、今年 COP26 の、議長国だという、ことがあり、でかつ、EU は、まあ、元祖、グリーンディールですので、そこに、まあ、リーダーシップをめぐる争いがあるとしても、協力の余地が非常にあるという、ところが、ありますので、イギリスはグローバルブリテンというスローガンのもと、まあ、EU と、まあ、協力せざるを得ないのではないかというふうに見ています。それから、戦略的自立性 につきましては、まあ、これはトランプに EU はいじめられましたから、まあ、仕方ないのかなと思ってるんですが、でなぜ、そういうことを言い出したかというと、今回バイデン大統領になって EU はほっとしていると思うんですが、次 の選挙サイクル、4年後の大統領選挙でまたトランプが出てきたり、トランプみたいな人がと同じような人が出てきたら、またどうなるかわからないという、そういう保険をかけているというのが戦略的自立性の動機なのではないかというふうに見ています。以上です。最後に本当に一言だけあれですけど、この皆さんにご質問させていただきたいんですけど、あるいは疑問を投げかけさせていただきたいんだけれども、ブレグジットによって、離脱ドミノですね、イタレックスとかっていうのは盛んにイタリアが次の候補者だというふうな話もよく出ますけれども、その点について最後に一言ずつ本当に簡単におっしゃっていただけませんか。私は離脱ドミノは起きないと思っています。単一市場の重要性という点では加盟国一致していると思っているからです。どうぞ福田先生。私も同様にですね、これで離脱の話は終わるのではないと考えております。はい、庄司先生。私は数年前から本に書いてある通りで、離脱ドミノはありませんと。EU に残留して、EU をむしろ乗っ取った方が有利になりますので、離脱ドミノは起きないという立場です。はい、ありがとうございます。私もそうでございますけど、同じ意見ですけれども、まあ、ブレグジットのこの今後、ブレグジット以後の EU どうなるかというのが今日の大きなテーマですけれども、ブレグジットによって、その、EU そのものの発展といいますか、状況というのはかなり厳しいものになることは確かであるでしょうけれども、欧州統合が崩壊することはないということではみんな一致していることかと思います。まずはそこが今後のブレグジット後の欧州の未来の、一番重要なところであろうかと思います。まあ、たゆたいども沈まぬという言い方はこの場合ふさわしいかどうか分かりませんけれども、いかなる波があっても、統合はなんとかその都度克服しながら、次の課題をなんとかみんなで超えていこうという、そして超えてきたというのがこれまでの欧州統合の歩みであり、今後もそういうふうに進んでいくであろうというふうなことが基本にここにはあるんではないかなと思います。長時間にわたりましたけれども、ブレグジット後の欧州の未来という座談会でございます。日本で第一人者の方々にお集まりいただきまして、多岐にわたる議論ができたと思います。またイギリスからもマーク・レオナールさんに入っていただきまして、日頃私たちの間ではちょっと出にくいような新鮮な話題を提供していただいたのではないかと思っております。
それでは皆さん今日長時間どうもありがとうございました。ここで締めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。それではどうもありがとうございました。それでは、理事長に最後マイクを渡したいと思います。本日は皆様長時間にわたりありがとうございました。ブレグジットをめぐるイギリスの選択の本質や最新情勢、また今後の EU の方向性などいろいろお示しいただき大変勉強になりました。また引き続きですね、こうした会合を重ねてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。これにて終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。また一度ゆっくり しばらくお会いしてないからどうもそれじゃあどうも失礼します。失礼します。